夢抜き。ナキーダ2つ持ち武器確保したんですが、偉いじゃん。追撃で激化が4万ダメージ出てれば合格ライン超えてますか。まだ十分じゃない？4万も出てれば。だってナヒーダの追撃って 2.5 秒に1回入るしな。領域展開したらもっと早いしな。冷静に考えてみ。ナヒーダの追撃ってさ、8人に同時に入るんだよ。まあ螺旋でヒルチャール8匹に全員に対して 2.5 秒おきに4万だよ。いやナヒーダ強すぎな。正直今ヌビレットクソ強いクソ強いって言われてるけど、ナヒーダも同じぐらい強いから、なんならサブアタッカーな分ナキちゃまの方がやばいと思うし、原神でちゃんと育成しきったキャラでやばいキャラはやっぱ1位はナヒちゃまだと思うから、いいじゃん。4万ダメージ大したもんだよ。強いと思います。ナヒーダの火力なんぼ出てれば十分ですかって言われてもちょっと答えづらいんだよな。ナヒーダってね、結構生物の組み方がいっぱいあってさ、ナヒーダの生物って1番は森林4だと思います。ただ金メッキ4セットナヒーダもあり、金メッキ4セットって熟知が230稼げる生物だから、で熟知でダメージ決まるしね。ナヒーダが金メッキ4を持って、誰か他のキャラ、ナヒーダと相性がいいキャラってなんかおる、森林4を持たせて、まあ、白術に森林4セット持たせたりとか、勝利先生に森林4セット持たせて、柱のダメージが入ったら森林4セットが発動して草耐性 30% 下げますってのもありなのよ。でスキルが当たったら敵の草耐性下げる、機械にいてもいいからね、みたいなことをすれば森林4セットナヒーダより金メッキ4セットナヒーダの方が火力出ますよ。そしたらちょっと火力分かんなくなるよね。さらにフォンテーヌでさ、黄金4セットナヒーダもいるやん。で黄金4セットもこれまたすごくてね、スキルにバフめっちゃ入るからね、森林4よりダメージ出るんですよね。ダメージだけは、いや4万ダメージ出てたらマジで十分なんだけど、いや俺は5万出るし、俺は6万出るし、あちょっと火力少なくねみたいなこと言ってるやつワンチャンコメント欄にいたら、そういうことしてる可能性があるのであんま気にしないでください。正直ナヒーダはまあ2万ダメージ出てるだけでも強いからね。まず第一にナヒーダは2万ダメージ出てるだけでも強いです。で、まあ、4万出てたら大したもんです。ただなんか生物によってはもっと火力出る人たちもいるし、まあ、でもナヒーダはやっぱ森林4が1番だと思うから、ナヒーダより森林4当てやすいやつおらんからね、うん、私はやっぱナヒーダは森林4が1番やな。高評価よろしくお願いします。